では後付け実況をやっていこうと思います。今回使うデッキは、総武力を高めに持ったカキバラデッキ。このデッキは、全員が計略が使い勝手のいい計略にで固めつつ、総武力29にして制圧 A で伏兵もいるという開幕強めのデッキですね。ただカキを軸にしたデッキは僕は結構カキ軸に組むんですけど、どうしてもやっぱり全員高知力で固められると、まあ妨害計略メインで立ち回ることになるんですごい苦しいんですよね。なので、こういうもう妨害計略ではどうしようもないなっていうような相手に対しては開幕リードを取ることが絶対なので、総武力の差を生かして前へ前へと進めていきたいと思います。特に、今回は、風習縄文特攻つけております。これは普段あまりこの正気を採用することはないのですが、今回はもう開幕取れないと勝てないかなと踏んでるので、開幕相手に舞台出させて、将軍の方増援工場、これでどこまで取れるかというところですね。この奥義で、まあ、風習の縄文一発がかなりデカめに入るので、これをいかに通せるかという感じでしょうか。ただ、将軍の方、まあ、効果時間だいぶ短くなっちゃって、2発殴りに行くには厳しいので、できることなら、1発ずつ、あと1発ずつぐらい入れて、半分ぐらいリード取れればというところかな。風習の縄文が入りますね。これで、半分超えるぐらいのリード。問題は、ここから相手の商用の計略をどれだけ遅らせれる、もしくは万全な状態でさせないようにするかがテーマだったんですが、やっぱりここはもう相手も上手ですね。しっかり5部隊とも残った状態で初夏の教えで、こちらは、奮撃の強襲でもう一発分内乱欲張っていきます。で、紹介を打つために固まる必要があったんで、右側の空いているところ、これを、長弧で一発殴って内乱もう一発で、ここは城出る出るタイミングは横から迎撃取れないんで一発突撃当てて、あとはもうこれ以上は取れないと判断して、ここで2部隊切り捨てて、そうですね、あとはまあ部隊の復活を待つという感じでしょうか。で、ここはまあ純粋にちょっとでもラインを自由に上げさせないようにしたいので、残すものは残したいですね。で、相手は、まあ、一番向上力を持ってる部隊が各位になりますが、こちらは長弧がいるので、まあ、士気が溢れたタイミングで長弧を打てば、これで50カウントでちょうどで発動して永続ですね。最後まで持つので、オーラス相手が攻めてくる際に縄文の各位を止めてもらう役割を長弧に任せたいので、この長弧はもう当然絶対生存ですね。で、ちょっとでもまあ各位らに削りを入れてライン上げて、さらに内乱欲張れればというところかなっていう感じですね。ここは、相手のデッキのコンセプト的に無理できる場面ではないので、ここの攻めはある程度は無茶効くでしょう。で、4部隊入れたところで火器加工橋で、ここ、そうですね、加工橋を取れればという感じでしょうか。お相手は刹那の亡霊。ここはもうダメージソースを加工章に集中させて、長弧の突撃がもう一発入るかどうかが肝になりそう。入りましたね。これで、加工章を撃破で、ただもう加工魚が切れちゃったんで、これ以上欲張るのは厳しいかなという感じ。これは突撃入れれそうなので入れに行って、各位を
欲張って各ワイ撃破、これでかなり勝ちが近づいたかなという感じ。各ワイをこのタイミングで取れたので、まあここはまだ相手は、攻めに転じるには時間がかかると思って内乱もう一発分欲張りに行きましたね。で、ここで内乱が入って、これ槍兵部隊を端から生かすかどうかですが、各隊が帰ってきてしまうので、まあここちょっと判断迷うところですね。お相手はそれを H の大号令を早めに打ってきたので、まあここはお相手としてはもう最後の2連打にかける感じなので、このタイミングでの発動はまあ当然ですね。ここはもうちょっとでも時間を稼ぐ方をチョイス。効果時間はすごい短くなっちゃうんですが、まあそれこそまあ打たないよりはいいでしょうって感じですかね。で、突撃で翔陽を撃破。いや超子、本当に僕はこの超子というカードすごい使い勝手いいなって感じてて、もう本当に微妙な速度上昇のおかげで細かい仕事何でもしてくれる、そんな印象ですね。でただお相手縄文純育入れてきましたね。これかなり賢いですね。縄文に来るのが各隊だったら、それこそ各隊のところを超子で止めるという運が効くんですが、縄文が純育なので、まあ各隊は超子で守らせるとして、他をどうやって守るかという感じですね。ここはもう時間を切らせる方に移行したいので、そうですね、風習で消しの人工を打って守るという感じになりそうかなという感じでしょうか。で、ここで増援発動しますが、ただ時間的に時間、この時間は稼げそうかなという感じ。という感じで、ここまで見ていただいてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。義国を守るため、各博士、出撃する。ご覧、敵が崩れていく。邪魔するな。はい。お前たちも見ろ、その神髄を。
ゴンゴン、増大天下があると信じて。全て射抜く。この地より速やかに去れ。天下があると信じて。
うまくいかねえ。